どっち？来て。みんなはどこ？警備は？島のこの辺りは使われてないの。見て、レイブのボート。あの子も追いつかないと。どこに行ったかわかる？私たちの家は母親もいるから。遠いの？島の反対側。マジで？島の人たちは？裏道を通っていくから見られないはず。ウルフは今夜攻撃してくるの？友達がそう言ってた。嵐に乗じて攻撃するはず。アイザックも気が変わっていなきゃね。アイザックの目的は何なの？争いの終結。ここまでして意地でも終わらせる気？この上登っても平気？近道なの。うん。補充してる。念のためね。知ってる人？顔見り。友達怒らせちゃったね。しょうがないよ。アビ、なんで助けてくれるの？レブにも同じこと聞かれた。だってこんなの間違ってるし、それに自分のためでもある。何あれ？今のは警報。ウルフが現れた。島中が警戒態勢になる。急がなきゃ。アイザックの野郎。製材所を抜けていこう。ついてきて。ここ何人いるの？千人くらいかな。兵士の数は？半数は訓練されてる。じゃあ残りの人はどうするつもりなの？隠れたり戦ったり。みんなはどこ？戦ってる。
嵐の時も光がお導きくださる。暗闇に迷い込んだら光を探せ。何それ。父さんがよく言ってた言葉。どうやって切り抜ける。扉は閉まっちゃうし。製材所だ。右手の松明のある大きな建物。そこから出られるの。うん、通り抜けられる。完璧、行こう。
調べろ。侵入者が紛れ込んだのか。静かに。
私は逃げられない。
大丈夫。ひどい目にあったね。もうすぐだよ。嘘でしょ。お守りください。ヤーラ、行かないと。アイザック、どういうつもり。伏せて。ここは俺たちの浜場に帰り討ちにしてやろう。あの奥に危なかった。次はどこ。この先の小屋を突っ切る。ヤーラ、さっきの製材所、子供はどこに行ったの。避難所がたくさんある。そこも危なければ島から連れ出すの。そう、こうなるって分かってたから。復旧したら復活しよう。
オーケいける？うん。ひどい。あの子の無事を。私たちの村は農地の向こう側にある。よし。Thank you.
んでこんなことになった。その際どうでもいい。そう備えるだけだ。
子畑に入ったよ。どこに行った。くまなく探せ。奴らはこの近くにいる。当たらない。奴らを追うんだ。
ってはない。危なかった。村に向かわなきゃ。Thank you.
行こう。腕平気？ここがうち。さんと話したくて、分かってもらいたかったんだ。なのに母さんが鳴りながら僕を追いかけてきたから、やめさせようと思って、だから僕突き飛ばしたんだ。ねえレブ、私を見て。レブ、そしたら机に。レブ、あなたは身を守っただけ。あなたは何も悪くない。もう大丈夫だからね。ここにいたくない。私もほら。レブ行こう。ほら、やら、僕が出て行かなきゃ。いいの、見つけられてよかった。